こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日何話そうかななんて思ったんですがね、天国言葉のね、ありがとうのね、話なんですけど、まあね、自分はね、車の中とかお風呂とかね、まあ歩いてる時に天国言葉を言ってまして、その中でもね、ありがとうって結構ね、言ってまして、一日ね、何回言ってるのかもうわからないくらい、まあ、言ってるんですが、まあ、一生涯でね何回ぐらい言うのかななんて、まあ、ふとね思ったこともあるんですが、もうね 何万回何十万回って言ってるんだろうな、なんて言うんだろうなとかね、そんな風にもね思いました。それでね、ちょっとねある方の動画を見てましたら、そのねありがとうっていう言葉、それをね1回だけで自分がね1万回ありがとうをね言ったことになる、そんなね方法があるっていう、そんな動画を見まして、すごいな、なんて、自分ね、まあ、1万回なんてね言うとなるとね、すごいね時間もねかかるしね、だんだんね口が乾いてきて、まあ、1万回1日で言ったことはないんですけど、まあ、1000回言うって言ってもね結構大変だななんてね思ってるところをね、1回たった1回のありがとうで1万回言ったことになるっていうのは何なんだろうなんて思ってね、気になってねその動画を見てみました。そしたらね、なんとね、まあそれっていうのはね、自分がねありがとうって言うのではなくてね、人からねありがとうって言われることで、まあね一日じゃなくてね、まあ1万回自分がね言ったこととね同じ、まあ同等のね効果が得られるっていう、そんなね話でした。その話っていうのはね、斉藤ひとりさんがねなんか言ってたらしいんですけど、自分はね斉藤ひとりさんが そのねことを言ってる動画っていうのはちょっと見たことなかったんですがね、まあその方のね動画の関連動画でね、まあ、斉藤ひとりさんの音声動画で、まあ、たまたま出てたので、ありがとうゲームっていう動画が出てまして、それをね何気に見たんですよね。そしたらね、そのね人からありがとう、まあね1万回とかそういった数字は出てなかったんですけど、まあ、人からねありがとうって言われることによってね、まあ、普通の人がね、まあ、成功できるっていう、そんな話でした。それっていうのはね、なんかね、まあ、うとうとしてる時って言ったかな、なんかぼーっとしてる時みたいなね、そんな時にね神様がね現れて、まあこれをね普通の人がね成功できる方法、そのありがとうゲームをねやるようにってことをね伝えてくれみたいな、そんなことをね神様のお告げみたいな感じで言われて、それでねそれを人に話したら、みんなねすごい、まあなんかねよく名前が出てくる寺田さんって、まあお酒酒蔵の方でしょうかね、その方もねすごい感銘を受けて、結構ねまあありがとうってね なんか言われたみたいなことをね報告されたりとかね、そんなことあったみたいなんですけどね。それで自分がねそのありがとうのね言われるとまあいいっていう、そういうね話を聞いて、自分がねすごいねこう思い浮かべた話っていうのがありまして、自分がねネットビジネスを始めた時、まあ始めたから しばらくねちょっと稼ぐことができなくて、初めてねメンターっていうものをね決めて、それでまあコンサルを受けました。それでね、そのメンターがね常日頃からこう言ってたことっていうのがね、ビジネスはね相手の悩み解決なんだよっていうことをね常日頃から言ってまして、まあね相手の悩みをね解決してやることで何が発生するかっていうと、ありがとうなんですよね。ありがとうって言ってもらえる数でまあ収入が決まってくるみたいな、そんなね話をしておりました。それで自分はねまあ最初メンターの教えの通り、まあ物販を一生懸命ね2ヶ月ぐらいやって、それでねまあある程度自分がね知識をつけてから、そしてまあ自分もね誰かに教えるっていうことをねやったんですけど、まあ LINE アットの方でまあ募集をして、3人だったかな、教えてくださいって来たんですけど、まあね自分はね昔すごいねこう何からも逃げるようなねそんな性格で、ちょっと面倒くさいことがあるとね嫌だなとか思って、それ逃げてしまうとかね、そんなことがあったんで、まあ教えてくださいって来てくれたにもかかわらずね、まあいい加減な感じでやってこう稼
稼がしてやることもできずに、それで結局ね自然消滅的な感じでこうまあ終わってしまったっていう、そんなね苦い経験があります。とにかくね自分はね人から何かね物を頼まれたりね、そういったことをねするのがすごい苦手で、頼まれないようにねいつもねなんか仕事を職場でもねせか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 なんかねこういつも忙しいふりをして、まあ本当はね忙しくないんですけどね、まあ旗から見るとね忙しそうだなって思うようなね感じにして、それでねなんか頼まれないようにするっていうことをねよくやってました。そうするとねやっぱねそういうことをしてると人からねこうありがとうって言われることって、まあ、ほとんどないですよね。何か頼まれることもないですし、こっちもね何かしてやろうっていうそういったね気持ちも全くないんで、そういう時はねありがとうって言ってもらえることなんてね、まずなかったです。ただねこうありがとうって言ってもらえると、自分がね1万回言ったのと同等のね効果があるってことですね。やっぱねありがとうってこう言われたいっていうふうに思うと、言われるためにはねやっぱね自分がねすごい優しい気持ち、なんとなくの感じですけど優しい気持ちになって、例えばね、電車とかでも、妊婦さんとか足の悪い方とか、お年寄りとかがいたらね、席を譲ってやるとか、そうするとねありがとうって言ってもらえたりとか、会社でね、自分のね職場っていうのは事務所がねオートクローザーのドアで、開けてパッて話すとスーって閉まっていく、そんなドアなんですけど、自分がね入ろうとしてドア開けた時、後ろにねちょっと離れたところに人が歩いてると、自分がね話すとねその人がドアのところに来たらバタンって閉まっちゃうようなそんな感じなんで、後ろに人がいたら必ずねドアをこう添えて手を添えて開けておいてやって、それでその人が来たら手を離すみたいな、そんな感じでね、そうするとやっぱありがとうっていう、そういったことができますよね。そういうのもねやっぱ優しい気持ちじゃないでないとねできないのかななんて、そんな風に思いました。それでね斉藤ひとりさんのねそのねありがとうゲームっていうのは1日ね4回人からねありがとうって言われるようにする、そんなねゲームをやることによって、本当に普通のね何の取り柄もないみたいなこと言ってたのかな、そんなね何の取り柄もないようなね人がね成功できる方法だかなので、みんなにね伝えてやってくださいみたいな、そんなことを神様に言われたっていうことなんで、自分もね1日4回ありがとうって言われるようにね目指して、そういう優しい気持ちでやっていこうかななんて、そんな風にねその動画を見て思いました。またねそのね斉藤ひとりさんのありがとうゲームっていうのね動画の URL、リンクをね貼っとくんで、説明欄のところに貼っとくんでね、それをね見てもらえるといいかななんて思います。10分ぐらいのね動画だったのかな。自分はね何回何十万回何万回ってねこう一生懸命ね言ってるんですけど、1回ありがとうって言われれば1万回言ったと同じ効果得られるんで、1日4回目言われるようにねやっていこうかななんて、そんな風にね思いました。ではね今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。